めたのは上条でした。背番号14、ここは上条の特徴出ましたね。振り抜くと本当に持ってますね。素晴らしいシュートを若干ドライブかけて奥に来た。セカンド以上だ。出てきてシュートを打ってくる。ていくところ宮崎の長いボールが出た。ここが上条に入ってシュートだ。出足のいい、そしてこれは上条、斉藤もいる。上条が行く、上条狙っていく。おっとデューク、そして落としてシュートを狙っていく。上条が落としてくる。上条が狙ってきた。たが可能性を感じるシュートでした。それ多分回転が中に行って上条、上条が狙ってくるが、これはドライブしてますね。鎌田自ら、上条前を向いた、自ら出た、2回転。シュートですね。いや、実際、はい、ここ
マヤム君進入してシュート追加点上城しっかりと確認してましたし、はい、まあ、上城 のシュートレンジというところでしょうね。いいにょ上城が狙ってきます。決まった。落ちるようなドライブのシュートでしょうね。そうでしたね。ただトラップした瞬間もかなり雰囲気ありましたけど、右足岡山勝ち越し。岡山勝ち越し。